え続いてのご発表は、Code for History の大塚浩平さんです。えー、と、o s g o のホームページは課題となってますけど、このまも課題なんでしょうかね。えー、っと、MapLAT と HDGCL で変わる個地図分析の未来というご発表になります。えー、もしご準備ができているようでしたら、はい。 はい、えっ、ー、と、すみません、課題です。<laughs> ののの <laughs> 変わってます。<laughs> わかりそし,したら、大塚さんの方からあの、はいあの、よろしいでしょうかね。はい、大丈夫です。それでは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、えっと、Code for History の大塚と申します。えっと、本日は、私が開発している個地図アプリのマップラットで提唱し始めました、個地図を処理する上での新規概念である HTGCL と、まあ、それを GIS の世界に持ち込もうと考えていることについて発表させていただきます。えっ、ー 次が、えー、と発表流れですが、えー、とまず Code for History とは何か、MapLat とは何かということをですね、すみません。ちょっと昨日の、あのーえーと SOTM の,の発表を聞かれていた方にとってはあの、ちょっと二重になってしまうんですが、あくまで別の発表だということで、また位置からちょっと説明させていただきます。で、それから HTGCL の,の説明と、えっと、それをどういう GIS につなげていくかということについて説明した後、ちょっと小さなトピックについてお話ししまして、最後にコンクリュージョンという形にします。で、すみません、ちょっと課題の時にですね、あのいわゆる不動産構図にまであのちょっと あの言及するという話で書いてたんですが、自分でちょっとすっかりそれを忘れてしまっててですね。今回ちょっと構図についてはあの内容にない形になってしまいます。あのただあの発表を聞いていただければ、なぜこれが構図に使えそうなのかということはちょっと分かっていただけるかなと思います。 まず何がコードフォーヒストリかということですが、えーとですね、これは歴史学的な問題を解決するために IT 技術を用いるコミュニティで、今のところあの完全に私1人の,あの活動で、えーと、活動の特徴といたしましては、強調したいのはコードフォーヒストリにとって IT 技術は手段であって目的ではないということですね。目的は歴史学上の問題を解決することで、必要であれば IT でない手段も活用して、えー、と常に最優先なのは問題を解決することであるというところをあの、えー、と特徴にしております。 次にマップラットの説明をいたしますとこれはですね古地図や地図を使って街歩きを楽しめる地図のビューアー技術でオープンソースで開発されています最近ロゴのデザインを、えー、と変更いたしましたマッ,プマップラットの特徴ですがまず第一に古地図を歪めずに扱うことができます また地図館の中心点の場所だけじゃなくてですね、方角や縮尺も合わせられます。地図館の変換は双方向の一対一変換で、これは何度地図を切り替えても元場所に戻るという意味ですが、これを実現しています。また、線を線に、つまり道路を道路に、あるいは川を川に変換することができます。そしてオープンソースなので誰でも自分のサイトを作れます。プロジェクトのサイトにつきましては、このページの最後に書いてある通りです。 それぞれの特徴についてもう少し詳しく書きますと、えっと、まず地図を歪めないという点ですが、既存の地図技術である GIS では、古地図を扱おうとすると地図を歪めるしかありませんでした。このようにですね、えっと、ぐにゃーっとなってしまってますけども。ですが、マップラットでは古地図を歪めずに正確な地図と連携させることが可能で、古地図の美しさを保ったままですね、街歩きを楽しめることができます。 また、えー、と同様な技術にストローディという既存技術があるんですが、これは GIS とは違う技術ですが、その技術では、こっちずっと現代地図を切り替えたときにです、ね、あの縮尺や方角がぴったり合わないという問題があります。ですが、えー、とマップラットではどのような地図の間に切り替えても、あの中央点の位置だけではなく、えー、と縮尺や方角もあの合う程度合うというふうな形の特徴があります。また、あのストロディ同じようにストローディとの比較ですと、あの何度も 地図間でき切り替えますと、ストローリーの場合、だん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 地図が動いていくという問題があるんですが、えっ、ー、とマップラットの場合はえっ、ー、と何度切り替えても元の場所に戻ってくると、えっ、ー、とこれでえっ、ー、と日本の特許を取っております。で、えっ、ー、と線を線に変換する特徴なんですが、これはあの既存技術ではなく、あの以前のマップラットとの比較なんですが、あの昔のマップラットでは？あの？ 変換をですね、あの座標変換を、えー、といわゆる GCP ですね、グラウンドコントロールポイントとその間の三角モードの間で変換していたためにですね、あの現代地図でこうあの道路に沿って歩いていっても、あの少しずれてあの変換される場合があると、そういう問題がありました。これに これは、えー、とそういうデータを作るときのエディターなんです、エディターの状況なんですけども、ご覧のとおり GCP とそれを元にした三角網しか定義されておりませんでして、あの三角網の線がです、ね、あの道路と一致しないときは、あのずれて変換されることもあるという問題がありました。ですが、最新のマップラットではですね、あのコ,ントえー、とコントロールラインというものをあの導入いたしまして、これは例えばこの 緑のコントロールラインと赤のコントロールラインが一あの対応しているんですけれども、この線路上でを移動する限りにおいては、ちゃんと線路上に変換されるというふうなあのことを実現いたしましたで。これもエディター上の画面ですが、ご覧のように赤いコントロールラインがあの導入されておりますで。このコントロールラインのことをヒストリカウトプログラフィックグラウンドコントロールラインズという名前で、HTGCL というふうに名付けました。これと GIS の組み合わせについて、えーと、これから述べさせていただきます。 でまず、まあ先ほどまあ軽く説明いたしましたが、何が htgcl かと言いますと、えっ、ー、とマップラットでですねその線と線を対応づける機能の,あの現代地位座標と個人座標の間の多様性にそのような名前を付けたものになっています。えー 既存の GIS ですね、不正確な地図と正確な地図の間の対応点を取る点を、あのいわゆるグラウンドコントロールポイント、GCP、日本語では地上基準点と言いますが、それから概念を借りて、当初はあのグラウンドコントロールライン、GCL と呼んでたんですが、どうやら GIS のどこか,、えー、かの世界でですね、GCL という概念がすでにあるらしくてですね、そこですので、それにヒストリカルトポロジカルトポ、トポグラフィックということをつけてですね、HTGCL という名前にさせていただきました。 で地図間の座標変換を、ね、GCP、えー、点だけに頼ると、変換全体の同僧を保つのも難しくてです、ね、1000に線0 0 0を変換することもできません。なので、あの既存の GIS では GCP しかなかったんですが、えー、HTGCL という概念を GIS に持ち込むことによって、マップラットのみならずです、ね、既存の GIS でも価値があるんじゃないか、この概念をマップラットのものだけではなく、あの既存の GIS に持ってこれるんではないかというのが、今回の,あの発表の、えー、と趣旨になっております。 もう少し具体的に言いますと、ふわ、まあ、けして説明するとですね、マップラットというものの処理は、えー、と大きく2つに分けられます。1つは、正確な地位座標と小地図座標の間を、同層を維持したい、線を線に変換したいという特徴を出しながら座標を変換する。これが HTGCL を用いたものになりますが、これを変換 A とします。でその変換 A の結果を、一、えー、方角縮策を合わせながら、地図と現代地図を重ね合わせるオーバーレイ作業。これが B になります。つまり A と B の えっと、変換 A と、えっと、表示 B の組み合わせがマップラットなんですが、これに対しまして、既存の GIS の個地図処理の場合は、正確な地図座標と個地図座標の間を GCP を使って座標変換する、これを変換 C としますと、でその変換 C の結果に従って、個地図を歪めて正確な地図座標の上にオーバーレイする、これが、えっと、表示 D になります。つまり、えっと、GIS の場合は、変換 C と表示 D の組み合わせになります。 これこのですね、まあそれぞれ変換と表示がそれぞれセットになっているんですけども、そうすると、マップラットの変換と GIS の表示も、えー、と組み合わせられるんじゃないか、つまり A と, A, A と D を組み合わせることもできるんじゃないかということが、あの今回の、えー、と発案になります。で えーとそれぞれの変換ですね、既存の GIS、まあ、GDAO のシンプレートスプラインを作った場合の変換と、MAPLAT の変換の特徴を、えー、とまとめたものになります。GIS の場合は GCP、つまり点に依存した処理なんですが、利点としましては、簡単にデータが作れる、そして緩やかな変換ができるというものがあります。その一方で問題は、座標変換が連続かつ双方向的ではなく、線を線として閉換できないという点があります。それに対して、MAPLAT の HTGCL を用いた変換はその逆で、座標変換が がレンズかつ双方向的で線を線として変換できる利点がありますが、しかしながらデータの作成に手間が,できる手間がかかるなどの問題があります。で具体的に、えー、と実際に変換したものの例を示してみます。こちらがオーバービューです。左側が既存の g l a で変換したもので、右側が HTGCL を使って変換したものになります。でもう少し詳しく見ていきますと、 えとまあ、同層的な変換ですね、同層的な変換の場合、左側の GW を使ったものですが、こういったところに八の字のように道路がなってしまってたり、ここで水路がループ状になってしまってたり、あの連続的な変換や同層的な変換が維持されてないんですが、えー、HTGCL を使って変換をしますと、まあ、広く歪んでいるのはまあ当然なんですが、あの座標点の抜けですとか、非連続点がなくてですね、座標の変換の連続性と双方向性、数学的に言うと同層性が保たれています。 またあの、ライン2ラインの、えー、と線を線に変換するものですが、こちら、左がやはり GDAL で、右が HTGCL を使ったものですが、緑のラインが、えー、と現代の道路になります。GDAL で変換したものを見てもらいますと、こういったところで小地図の、こちずの道路がですねあの現在の道路がかなり離れたり、ずれてしまったりしていますが、えー、HTGCL を使った変換は、ちゃんと線は線,を線に変換されているというところがあります。 でこちらは欠点なんですが、HTGCL を使った場合、やはりあの三角網を使った変換ですのでこう、えーと、三角網の辺を渡ったところですね、こう非連続というか、まあえーと、非連続じゃないですね、えー、と要するにあの角度を持った変換になってしまったりしています。こういったものは、何とかちょっと,、えー、と緩和することを今後考えていこうと考えております。 また、えーと、データを作るのに非常に手間がかかるというのもちょっとまあ問題がありまして、まあ、当然ながら、えー、GCP という点だけを整備するのと線を整備するので、やはり労力がかかるんですが、それに加えて、ですねあの三角網を作るときにトポ,トポロジーエラーが発生することがありまして、ご覧のように、こちら左に見えているのがこうエラーですが、こういったものが入った場合、えー、とこれを、えー、とダミーの GCP を手動で加えることであのあの解消しないといけないと。 そう,いうあのそういう手間がかかる問題があります。これについては、どのようなときにこうトポロジーエラーがかかるかってあの生じるかということを今後分析してです、ねあの、解消を自動化したいというふうに考えております。でえっと、こちら、こういった機能をです、ね、あの現在のところあのなんか、テスト的に実証した、POC 的に実,証してあの実行しただけであの、実際にできる、実際にこういうアプリをあの タイルを作れる機能はないんですが、えっと、マップラットのマップラットエーターの方にですね、WMTS を発行する、えっと、GUI をつけましてですね、あのまあえっと、いわゆる GDAO2 タイルズですとか、あるいはジオリファレンサーの代わりになるような機能をあの将来的にはマップラットにつけたいなと思っています。で、えっと、非常に小さなトピックといたしまして、えっと、最近、あの えー、プログレッシブウェブアップですね。プログレッシブウェブアップという、あのオフラインでもつくあの動作するウェブの機能があるんですが、その上で地図,地図,地図アプリを作るときに便利なですね、あのタイルをキャッシュする、タイルをあのブラウザ側でキャッシュするような、そういうあのサービスワーカーのフレームワークを開発しています。えっと、もうすでにあのサービスワーカー自体は完成してまして、もうちょっと便利に使うための、ブラウザ側のキャッシュ、えっと、ラ,ップラップクラスですね。 それを追加で開発しようとしています。えっと、こちらの GitHub で公開されています。コンキュージョンですが、まず、マップラットは、個地図を使って街歩きを楽しめるオープンソースの地図ビューアー技術で、えっと、マップラットの特徴として、個、えっと、地図と現代地図との間の座標変換で線を線に変換できる機能を持ちます。線を線に変換する際に設定する対応線を htgcl と名付けました。 HTGCL を使った座標変換は、既存 GIS の g c p を使った座標変換より利点があるため、GIS 的な個地図画像変換による対応地図データ作成にも価値があります。マップラットエデターは、マップラットのデータ作成エとしてではなく、えー、GIS 対応地図データ作成機能も今後充実させていくといきますというところで、えーと、コンクリュージョンになります。で最後にあのー コメントなんですが、私は GIS 技術者として経験を積んできて、GIS における地図処理に対するアンチテーゼとして、マップラットを開発してきましたが、えっと、その道を追求してきた結果、あのその結末として GIS 側にも新たなパラダイムを提供できる可能性が出てきたことについて、えっと、とてもう嬉しく思っています。えー、しかしながら、なりん1人で開発しているので、もしこの、えっと、プレゼンで興味を持っていただいた GIS エキスパートの方がおられましたら、手伝っていただけるととても嬉しいです。以上です。ありがとうございました。 はい、塚さんありがとうございました。はい、えー、いくつか質問が来ています。はい、はい。まず一つ目ですけども、構図や地図 XML には使えそうですね。えベクターでできるとありがたいカムですが、はい、できるでしょうか。という質問です。う、はい、えっ、ー、と、在庫変換えっ、ー、とですね。 もともと座標変換部分とあの表示部分がありまして、座標部変換部分だけでも独立したあのライブラリで出らしますので、その座標変換部分を使えば、ベクターにも使えますし、また、ビュアの方も、ベクターにもそのうち対応するかなと思ってます。はい、ありがとうございます。もう一点ですけども、GIS の場合で、同僧になってない具体例があれば、詳しく紹介してほしいですということです。あえー、と既存の、ね 既存のえっとまあ同僧であればあのまあええー、なんていうんですかねこう変換が一枚岩になるはずなんですねなんで一枚岩になって線は線にちゃんと移ってというはずなんですけどもまあご覧のとおりこの左側の,あの左側の例ですと GW で変換したものですけどもえっ、ー、とまあ ね、GCP を非常にたくさん打ちすぎたっていうこともあるんですけども、まあ、ご覧の通りこり、道路がこんなことありえないと思うんですが、まあ、8の字になってたりですとか、あるいはこの辺とかですね、完全に穴が開いて,穴が開いてるんですね。あの まあ、GIS というよりはその GDAW で使っているシンプレートスプラインという手法が、あの同窓を保てないというだけで、あの必ずしも他のラバーシートとかそういった方法があの同層を保てないかどうかは、また別途検討す、あの比較する必要があるんですけれども、それともシンプレートスプラインという方法ですと、まあ、こんなことが起きてしまうというふうな形になります。 私からなんですけども、この2つ、はい、2> 例えばここの2つを比べた際に、実行時間みたいなものっていうのは、実行時間はあくまで今、テストで作っているので、あのー、そうですね、あのー、どれだけあれか分からないんですが、まあ、例えばこっち、g d a でやると、多分三30分か40分ぐらいのやつが、こちらだとまあ50分、1時間とか、若干、HTGCL の方が遅いです、現時点では。 ありがとうございますあとは、やっぱりこの出てくる出力の結果っていうのは GCP の分布とか数に依存が大きくなるんですすかはい、はい、そうで、えー、GCP の数が大きかったりあるいは、えー、HTGCA の数が大きいとやはりかあのか時間はかかります <laughs> なんかあの数とか分布の目安というか,なんかそこはなんかつぼみたいなとこあったりするんですか そうですね、ちょっと今そこまで分かるほどじゃないですけど、<laughs> 先ほど30分から40分で、HTGCA だと50分から1時間って言ったのだと、GCP 換算で多分1000点以上は打ってます。ああ、そうなんですね。1000点、本当に以上ですね。もしかしたら2000点ぐらい打ってたかもしれないですね。そうするとこ、これをまたもう大量なデータにこう当てて、自動で変換していくみたいな。 今後、先のステップになるかと思うんですけど、そういった際でもやはり GCP の取り方が結構肝になってくるって感じにな,ってなるんですかねそ。そうですね。はいうん。はい、ありがとうございます。もし他にご質問がなければ、はい、えいですかね。はい、大塚さんあの、非常に興味深い発表、ありがとうございいましたはありがとうございました。